共産党の吉良よし子参議院議員からお話をいただきます。よろしくお願いします。池袋駅西口ご利用ご通行中の皆さん、そしてお集まりの皆さん、こんにちは。ただいまこの場所では憲法リレートーク、安倍政権による憲法改悪を許さない、そういう思いで市民が集まってスピーチをしているところです。野党も集まって共同の思いをスピーチしております。ぜひとも皆さん、お時間あれば少しの間だけでも構いません、ちょっと立ち止まって話を聞いてください。そしてご一緒に安倍政権の下での改憲はストップさせる、その連帯の輪を広げていこうではありませんか。よろしくお願い申し上げます。さて、国会では大臣たちが政治と金の問題で相次いで辞任をしております。その上、先ほどお話もあった先日の昨日おとといの予算委員会では、総理自身が政府主催の桜を見る会、公費税金が使われて行われているこの会を自分の後援会をもてなす活動として私物化していた、そういう問題が明らかになりました。権力を持ちさえすれば何をしても許されるというこの姿勢、絶対に許せるものではありません。何よりも日本国憲法は立憲主義、そういう権力の私物化乱用を防ぐという精神のもとに作られている憲法です。この憲法を守れない安倍政権が今憲法を変えようと言っている、おかしな話じゃないですか。安倍政権には憲法を変える資格がない、この声広げていきましょう。よろしくお願い申し上げます。それにしても安倍政権の安倍首相の政治姿勢は本当におかしいと思います。先ほどもお話ありました、予算委員会で立憲民主党杉尾議員を指して共産党、そう言って嘲笑ったのが安倍首相。これ何がおかしいか分かりますか。共産党が悪口になると思っていることがやっぱりおかしいと思いませんか。だって共産党というのは私も含めてちゃんと皆さんの選挙を通して票をもらって国会にも地方議会にも議席を持っている公的な政党です。何ら恥ずところがない、それがヤジの対象に、悪口の対象になるっていうのはおかしいじゃないですか。それは共産党だけじゃないわけです。野党だから嘲笑って話を聞かないのもおかしいし、例えば子供だから話を聞かない、女の言うことだから耳を貸さない、そういう姿勢だっておかしいでしょ。結局安倍首相のあのヤジというのは一人一人の生き方や一人一人の主張はどうでもいい、その人の属するグループ、それにしか目を向けていないということ、一人一人の意見を尊重する気が全くないっていうことなんじゃないですか。それこそが大問題、民主主義にもとる行動です。安倍政権の問題はそれだけではありません。市民の自由だって踏みにじっているじゃありませんか。私許せないのが、あの愛知トリエンナーレの補助金不交付の決定です。トリエンナーレ、表現の不自由点がさまざまな批判のもとで、ありがとうございます、一旦中止に追い込まれた、そのことをもって政府文化庁が愛知トリエンナーレ全体の出す予定だった補助金を不交付決定したんです。でもね、このトリエンナーレの表現の不自由点、これはさまざま批判あって一回中止はしたけれど、最終的には10月に再開して、そして最終日まで継続されて大盛況のもと終わったんです。このこと一つ取ったって補助金を削る理由にはなりません。いや、文化庁は、いや、そもそもそんなたくさんの批判が来る、来場者の安全を脅かされる懸念があったことをあらかじめ言わなかったことが問題だなんて言っていますが、どうしてガソリン持って爆破する、
そんなテロ予告まがいの脅迫が行われることが事前に分かったというのでしょうか。むしろそうやって脅迫行為を行った加害者をちゃんと責めるべきなんじゃないですか。それなのに被害者の側である主催者にペナルティを課すような今回の決定は明らかに理不尽です。そうじゃなくても批判が起きる、中止される懸念がある、そういうことを書けっていう文化庁の言い分は、そういう物議を醸す挑戦的な展示は許さない言っているに等しいじゃないですか。でも憲法には表現の自由を保障すべきと書いています。検閲は許さないと書いてあります。だったらばそうやって内容に物議を醸す展示は許さないなどということを文化庁が言うべきではありません。そうじゃなくって何があっても表現の自由を守る、その立場に立つのが政府の役割なのではないでしょうか。いや、芸術にお金を出すことがおかしいんだ、そんなことを言う方もいるかもしれないけど、芸術っていうのはお金がかかるんです。けれどもどんな経済的な困難な人でもあっても芸術に携わる権利がある、だから公的な助成が必要なんです。そういう根本のこともわからないで表現の自由を侵害するような安倍政権のやり方は私はおかしいと思うし、そうやって自分たちが憲法を踏みにじりながら憲法そのものを変えるっていう安倍政権の姿勢はやっぱり私は許せません。何よりも今必要なのは憲法を変えることじゃない、憲法を生かした政治でしょう。誰もが自由にものが言える、自分らしく堂々と生きていける社会、政治こそみんなで作っていこうじゃないですか。先ほど話がありました同性婚、選択的夫婦別姓、多様な生き方を選べる社会、一人一人がの個性が何よりもありがとうございます、大切にされる社会、誰もが人間らしく生きられる社会、これを作るのが政治だし、今の憲法が目指していることなんじゃないですか。だからこそこの憲法を壊すなんて言わせない、憲法を守り生かす政治こそみんなで作っていこうではありませんか。私たちありがとうございます。日本共産党、そして野党は一丸となってその立場で頑張ります。憲法を壊す、安倍政権に代わる新しい政権目指して力を合わせて頑張り抜く決意を申し上げまして、この場からのご挨拶といたします。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。はい、共産党の平良子参議院議員からお話をいただきました。お忙しい中本当にありがとうございました。